鉄壁の防御が意味をなさなかったミツオビアルマジロが悲しすぎる。ミツオビアルマジロはブラジル東部に生息している哺乳類で、体長20から27センチ、体重1から 1.5 キロと可愛らしい見た目をしています。アルマジロの名前の由来は、スペイン語の武装したものという意味のアルマードから来ており、丸まった姿をイメージする人も多いと思いますが、実は1割しかボール状になれません。そんな中、ボール状になれるミツオビアルマジロはエリートなんです。ボール状にさえなってしまえば、銃弾すら弾く鎧で、無敵なのかな、天敵なんていないのかなと思いますが、実は絶滅に瀕しています。一体何が起こっているのかというと、ミツオビアルマジロ、美味しいんですね。人間のハンターに目をつけられてしまったんです。もちろん人間のハンターに襲われた際も、鉄壁の防御であるマルクナルを発動します。これで無敵だと思いますよね。でも人間のハンターからすると、持ち運びやすくて最高なんだそうです。必殺の防御策が無効にされた挙句、どこかに回収されていきます。悲しいですね。